おはメロチーメロだよゆうちゃだよ。はい、今日はヘアセットに来ました。はい、チーがね、いつもね理想のヘアメにしてもらってる畑中さんに今日もバッチリかっこよく可愛くやってもらいたいと思うんで、皆さんは淡々とかっこよくなる姿と可愛くなる姿を見といてください。はい、全体的にストレートで、ひたきや外はねで、髪抜きはこっちで、前髪の手先の下も外はねでお願いします。お任せしました、お任せしました、了解しました。今日は久々のストレートがいいらしいです。珍しいですね。最近ちょっと後ろふに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 してた。日本人と韓国人どっちなんですか？韓国人。え、ほら、韓国病じゃん。あー、韓国病だもん。韓国病じゃん。厄介な病気だ。ひめちゃんはあれが好きらしいですよ。ジェジュン。わ、見る目あるわ。絶対フランスとかのハーフって可愛いじゃん、絶対。間違いない。だけど、チーは日本人がいい。なるほどね。うん。むしろ今7つの大罪だわ。お、誰っすか？え、待って、畑中さん、もしかして7つの大罪知ってます？え、知ってますよ。え、そうなん？え、7つの大罪知らないとか、ちょっとやり直した方がいいと思う。7つの大罪、超面白い。映画見に行きました？映画見てないです。うわ、やり直した方がいい。ちょっとやり直してきますよ。やり直した方がいいわ。ちょっと人間やめますよ。私バンちゃんですね。ミーハーなんですよ。バンちゃん、バンバンか。そう、バン。かっこよくない？いや、確かにかっこいい。かっこいいじゃん。メリオダスはだったら主人公だからさ。チームメリオダスがいいな。ね、かっこいいじゃん。語るよ。アニメとゲームはめっちゃ好きだから語りますよ。わかるわかるわかる。あれよ。アニメとゲーム好きな男はモテるぜ。勝手に。完成。こっち見て。じゃーん。どう今日のヘアメ。かっこいい？バッチリ？かっこいい。かっこいい。かっこいいポーズして。せーの。キリーン。このリボンってできればその、なんだろう。前から見たときに多少見、なんかこれみんな後ろにやるじゃないですか。し、前から見たときが可愛いのがいいんで、多分、前から見たときにピヨンなんだ。あ、じゃあ程よく前から見ても可愛いようにしてください。了解です。そう、絶対前から見て可愛い方が良くないですか？そんな後ろを見せない。だから最近の子はなんか後ろ向きで撮るじゃないですか。まあ確かに。昔はだってここにこうリボンとかね、うん、キティちゃんみたいになってた。確かに。なんか流行ってたもんね。確かに。あれやると多分あいつ頭おかしいぞってなる。ああ、なるほど。メイクとかももうみんなナチュラルじゃないですか。だからかな。可愛い子がやったら何でも可愛くなっちゃう。まあ確かにそれはありますよね。世知辛い世の中だ。ピンクリボンにしようかな。どうしよう。誰誰みたいな。ピンクリボンにしよう。どうしよう、ワイン。リボン。めっちゃピンク。いや、かわいい。かわいい。かわいい。ね、あれ知ってます？枝毛カッター。あ、知ってます。枝毛だけ切ってくれる。そう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 。あれどうなんですか？あれ使ってます？いや、使ってないです。あれ欲しいなって思ってるんですけど。あれで切ったら。うん、枝毛すぎて全部なくなっちゃうんじゃないかって思う。あ、自分の毛が。確かに、確かに。そう、めっちゃ短いじゃんみたいな。でもあれ長さ変わんないって書いてありましたよ。マジっすか。そう、長さを変えずに枝毛だけを切れる。すごいね。優れものらしいですよ。あれ欲しいんですけど。確かに。あ、4万ぐらいかな。そんなにするの？そう、じゃあいらない。ヘアメの動画でした。イ
やイケメンになったね。ママ可愛くなったね。本当本当りゅうちゃんイケメン度3割増し。ママ可愛い度100割増しビーって感じで今日はヘアメディタン。よかったらチャンネル登録と高評価よろめろ。バイバーイ。